ここ今塗ってないところから来たっていう人。お、どちらから？愛媛から来られました。ありがとうございます。じゃあちょっと持ってもらっていいですか？愛媛からこうね塗りますよ、はい、うわ嬉しいな。ここ埋まらんかったんや、さっきね、さっきね、さっき愛媛で7年勤めてがった方がいて、大阪に引っ越してきてこっち来たよって埋まらんかったんですよ。ありがとうございます。今日はなんで愛媛から？いや、こっちに友達がいて、まあ、そういう時に来たんですけど、まあ、来たら所詮もバラバラになってるんで、結局来てもバラバラになりますね。なんねやみたいなね。結局そうなんですよ。もうバラバラで、後でまあ携帯相手こっちだってみたいな。まあ、好きな、ね、ものがいろいろありますからね。え、みんな塗ってるところ？おお、来ました。ちょっとマイク持ってもらっていい？岡山から。うわー嬉しい。おーほらむっちゃ埋まってきたね。岡山埋まったよこれで。いやーよかったね。よかった、ありがとう。全部埋めるの？そう、全部埋めなな。埋まってないとこへ行ってこいって言われてんね。行ってきたらいいじゃん。いやいやよかったです。岡山、はい、岡山から毎年来られてるんですか？いや今回初。そう、うわありがとう。なんでまた来よう思いました？東京の東南サロン、はい、あれ見て大阪にもあるで来てくれた。うわ嬉しいな。東京ね、オートサロン見て大阪の来たいと。そう、うわ嬉しい、ありがとうございます。助かりました。いい、はい、人だかり作戦、人だかり作戦。出ました、ほらやった、ほらすごい。どちらから？徳島からいただきました。徳島から、まあ言うても近いですもんね、はい、ありがとうございます。すいません、頂戴しました。今日は石川県から。来ました。どこ？もう一回聞きますよ。今日はどちらから来られましたか？石川県から。ありがとうございます。すげえ。ちょっとお兄さん、マイク持ってもらっていい？何ですか？ずらしてください。石川県から、はい、まだ実は石川を探せるんや。そうなんです。うわまさかおると思わんかったな。明日になったら石川県にいっぱい行きます。あ、そうなの？なんでお友達が明日に来る予定なんで。まあ、多分、福山、福井からも来るマジで、マジで。おおおお、はい、これ、お兄さんなんで今日はオートメンテに？まあ、自分もカスタムやってるんで。あ、はい、そういうことですね。あ、ほんなら、やっぱ興味があって。そうですね、まあ、知り合いが多いんで。ちなみにどういうカスタムされてるんですか？もう斬新なドレスアップでして、もう街に泊まってたら目立つような車というか。目立ちたがりなんですか？そうですね、目立ちたがりです。その割には今日結構そんなキラキラした感じになるんですか？こんな人で目立ってもしゃあないですからね。やっぱ車で。あありがとうございます。石川県いただきました。ありがとうございました。もうね、ここをずっと行ったら絶対に3個埋まるはず。はい。はい、どこ？名古屋。名古屋。あ、埋まってるわ。どこや？和歌山おった。もう入る？もう入る？入る？ちょっとあの二人、和歌山どこ？有田。よしよしよ、ほら和歌山取っといて。これ言えるの？森さん今日どちらが来られました？奈良ね。奈良まあお友達。ピンとしひくない。みんな知り合い。森さん今日どちらが来られました？え？うわ、来た。来た。来ました。お兄さん、ちょっと来て。今日どちらから来られました？広島。ありがとうございます。じゃあちょっと塗らしてくださいこれ。うわー、来た。僕塗ります。ちょっとマイク持ってて。やったやん。広島どちらですか、お住まいは？あ、東広島。あ、どこですやんか。僕出身呉なんですよ。あ、そうなんです。まあ、これで中国地方ボンと埋まりましたね。今日お一人で来られたんですか？はい。なんでまだこの大阪のオートメッセに？いや、ずっと前来てた。3年ぶりです。あ、もうまあちょいちょいいいペースでは来られてる、はい、やっぱ好きカスタマイズか？まあ、そうで。女の子どういうとこ撮らはるんですか？
え、こういうところって全身、全身、はい、パーツ全身全身、はい、すみません、ありがとうございました、はいはい、お世話になりました。これまた書いていってください。来年のチケット送りますんで、はい。あ、ほら来たよ、ほらやばいっすね、来た、ほら広島来た。これでもうさ、近畿、中国、だいぶ埋まりそうですよ、これは。いい感じで、やっぱ聖地ですね、ここね。ここ聖地ですね。